対戦よろしくお願いします。まさかの炎御三家統一ですか。ならばどうすればいいんだろうな。これ意外とな、対策必須なやつしかいねえこれ。サンパワーリザでしれっとすり替えを覚えているサル、まあマホクシリベロのエースバーン、天然のラウドボーン、そして噴火の爆噴火。ステロがよく刺さりそうですわね。これでいきましょうか。まあ少々不安があるがベストを尽くそうぜ。にしてもエンペルト君をパーティーに入れてから早数日勝ち気が発動したのは1回だけですね。しかも勝敗に影響なかった。悲しいな。そんな服あんの。サルさあすり替えしてくる感じかもな。先発ならこういうやつにはじゃあもう岩石封じでいいんじゃないですかね。猫玉、この時点ですり替えの線はある程度消えたか。帰って手持ちを明かしていこうぜ。ワニ、ほう、ワニか、挑発当たり前だろう。やはり自信いくぞ。いい火力、フルヤスさん、もうあとないぜ。ここはさすがに自信でいっしょ。正直テラスタル切りたいまであるな。行こうか。向こうもテラスタルを切ってギリギリ耐えて怠けて、改めてこちらのラウドボーンじゃない、ランドロス抹殺しようとしている可能性がありますからね。テラスタルはなんとなく主役に取っといてあげたいんだが、行くぜ。オッケー。これで耐久の面で炎の脅威は少し消えたね。サルー、岩石封じ、ひるんで技が出せないが、この次何する気だい。こらえる、悪いな、お前らの猛火には懲りてんのよそう簡単に殴ってやると思うなよ。捨てろ。さあ完璧にやることやったし、ほう、完璧に起点作り用の猿か。こらえる、悪い、まだ油断しない攻めるメリットねえんだもん。さーてじゃあお仕置きだね。ランドロスだけで終わっちまうじゃねえか。おれ、まあ強えもんなランドロス。最後にはエースが出てくるんじゃねえか。お、マフォクシーか。ですがまずステロが刺さる。岩石封じ、ほらえっと、これはちょっと向こう諦めムードが漂っているな。フレイ、さあじゃあ行くか。今回の主役ジャラランガ、そう弱いはずがないのだ。当たり前やろがいって感じですけどね、この状況ね。ではスケールノイズ、ずー、私がやりました。はい、というわけで思ったよりランドロスが暴れてしまったので出番が作ってあげられなかったな、すまね。対戦よろしくお願いします。というわけで改めて頑張っていくんですが、奇跡ドガースとかいますね。あいつはね侮っちゃダメですよ。防御だけなら天下一品。
ただ回復手段がないとか特殊にはきついとかそんな感じなんですけど、でね、最近録画してて思うのはアタッカーのポケモンの育成のハードル上がりすぎ問題。はい、ジャラランガ君、ソウルビートを使ったとしてもまあ 1.5 倍程度なのでね、そのぐらいだったら耐えられてしまうことも多くてな、相手が突然タイプを変えてくるってのもありますから、なんて言うんでしょう、全能力 1.5 倍ごときでは体力3分の1持ってかれるの割に合ってないかもしんないの。すごい環境だね、ほんと。むしろサポーターの方が動画は作りやすいかもしれない。あるいはそれらを跳ねのけて一周できる火力の持ち主とかな。バランス型っていうのは求められる資質がすごく多くなってるというか、エンペ君もそうだね。だってあれだけいたさ、威嚇持ちっていたじゃないですか。はい、特性威嚇強いよね。出た瞬間に相手の攻撃を下げる。だけどランド以外絶滅してるってことは、威嚇をもってしてもフォローしきれない何かが環境にうごめいているということ。そう考えたら普通に怖い。だけど今回は痛い目見てもらう。さてコンボをぶん殴ってきますかね。とりあえず封じっとこうか。気合だめ。おいおい、確定急所コンボでぶん殴るつもりかよ。だけど今回は相手が悪かったな。よし、これでもうオーガポンは何もできず落ちることになるぜ。全部ランドロスが暴れる気か。ステルスロック、さすがにオーガポン変えるでしょ。うん、気合ダメ型なんてやらせねえよ。なんだその動画投稿でも使いそうなその型は。そんなの許すわけねえぞ。俺がこんなに苦労しているのに支援じゃないっすか。支援だよ。何か文句が終わりで挑発。ここで悩むってことはこだわり持ってるな。メガネか。いや、どうだろうね。はい、ハイドロコップ落ちてくれた。よし、これでいい。そう、ジャラランガ君にスカーフとか押し付けられるのを何よりも嫌ったので、ね、今これでようやくオンステージさ。行くぜ。弱いはずがない。600族そう、強いて言うならタイプが弱かった。そう、タイプが悪い。何もかんもタイプが悪かった。そう、最近の不景気とか物価の上昇も全部ジャラランガのタイプが悪かったんだよ。ビートを刻むぜ。海流、お、いいね。お前ぶっ潰すわマジで貴様を抹殺する。いくぞー、刻め勝利のビート。いざー、全能力上昇。そしてこのオボンがね、この防御上昇の硬さといい感じに噛み合って体力を後で増やしてくれます。スケールノーイズ、ぶっ飛ばして差し上げましょう。行くぜ。逃げ場はない。ちなみに4分の1になって回復する木の実、あれ絶妙に良くない。なんか奇跡的に発動できないことが多くてね。さあ行くぜ。ナイス、一撃粉砕。そう、このスケールノイズが使いたいがために僕は特殊型を選びました。メリットとしては真空波も使えるところですかね。ただ失った体力を取り戻すという意味ではドレパンの方が場持ちはいい可能性がございますが、今回はこっちで行くぜ。なんだこの状況でロトム、フェアリー化する気か。見えてもいないテラスタイプに怯える日々はノーだぜ。降参だった対戦ありがとうございました。やはり弱いわけがなかった。強いぜ、済ませたぜ。対戦よろしくお願いします。お相手にもいますね、やつが。つうかここまでの試合大体ランドロスの手柄なんじゃないかっていう。まあそういう正論は時に人を苦しめるからね。お口にチャックだ。はい、では行きましょうか。というか安定してステロン巻いてくれたらもうとっとと退場してくれて。
えんやで、えんやで。でもオーガポンの弱点も見えるね。単純に火力は確かにやばいんですけど、ジャラランガのソウルビートが見えたらもう落ちるしかないっていうのは結構苦しいよね。イブ、お前か。まあこいつはろくでもないことするよね。ん？通信中。まあイブに対してはとりあえず挑発でしょう。おーら、言った。これでイブちゃんは何もできない。あくび、ほらな、ろくでもないことしてるだろ。こいつこういうやつなんすよ。こんな可愛らしい見た目からやってくる声は邪悪そのもの。顔で許されてるような無理っすよ。えっ、さあ、ステルスロックは巻いて仕事完了。で、イカ様か。あれわ、悪あがき。しかも強引にレッドカードじゃなければもっと食らわせてやったのによ。なぬ、恐ろしいやつが出てきましたね。これは敵側としてやばいやつではやばいな。これソウルビートを刻む前に落とさなければならない。自分で使った時よりも相手に回した時の方が、あれこれやばくね、感がすごいぞ。ですがそのジャラランガテラスタイプどうせ鋼だろう。なぜなら北上の大地を歩いているからですよ。あんたもその個体使ってんだろ。あるね。あれ初手はやばくね。あるね。ノーマルでござったか。弱点つきづれえな、あれは。いくぞー、ザイ。さすがにこの状況なら入る。不発。ジャラランガ君、悲しい姿を晒している。真空波、まあまあ取ってんじゃん。おめでとう。じゃあ帰ろうね。いい夢見れたか。まあこれがジャラランガ君の日常だったわけで、等倍で食らったらその日常はどうやら継続してしまうようだな。だからテラスタロで受け止めてビートできれば強いよねっていうのはまさに今みたいな光景が多かったからですよ。でもテラスタロ切ってなかったらビート刻まれてやばかったからな。これはジャラランガを自ら使っていた成果ですね。ブラッキーが出てきたら挑発するっすよ。ってなったらもう一匹を出すしかないな。さあ最後の一匹を出すんだ。お相手には挑発を弾き返すようなポケモンもいないし、選択の余地はないはずです。あとはこっちのサンダーとかでボルチェンとか繰り返してうまいことをジャラさんに着地させれば勝ちかな。 TOD は狙えないんだ。早くしてくれたまえ。ほう、アッサム。この状況なら痛くも痒くもねえっていうか、とりあえず怖いのは剣の前だね。挑発しておこう。おいって、これは8枚いてる火力では。サンデー、そら言った。バレットパンチ、これはハチマキですわ多分。でこのままバレパンで来るとは思えない。ボルトチェンジでいいでしょう。オッケー、流れはこちらにあり。徐々にステロがお相手をいたぶる。いいダメージ。ランドロス、これ地震でよくないっすか。
地震でいいっすね、これはさすがに。回復されちまったら改めてそこで挑発リリアいいし、ハッサム来る可能性もあるからね。地震で超火力入れてやるのがお相手には一番効くでしょう。安定行動をしっかり踏んでいけ。ジャラランガ君、今もうめちゃめちゃベンチ温めてるから行くぜ。さすがに攻撃振ってるランドのテラスの位置、なに、嘘だろあいつ、耐えんのか、やるね。ですがそこまで追い詰めたらもういよ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 自信でいいっすよ。だってもうハッサもこだわってるの見えてるし、ランドが上取る時点で守られると、守るアンドなかった、よかった、守るまである可能性をちょっと失念してたよ。ですがブラッキーまで落ちたらもういよいよゲームセット。もちろんこの後サンダーに交代して威嚇は復活させてねっとりいきますよ。まあなんならサンダーの熱風で終わるんじゃねえかなって。ですがまあ何回急所に当てても負けないっていう勝ち筋通った方が安全でしょう。さあまあこのハッサムが万が一こだわっていなくてオッカの実を持っていて、なんかあれやこれやが急所に当たってサンダーが一発で落ちてというミラクルが起こればと考えたが、まあないな。でもあるとすれば剣の前が負け筋なのか、あればですけど。ツバメ残念だがやっぱハチマキだね君。まあ威嚇なんて余計なことは考える必要もなかろう、焼き潰してあげよう。いや今日もベンチを温めてしまったね、やったぜ。対戦よろしくお願いします。ガチョンプくんか、じゃあもう行くか。ジャラランガビート刻むか。開幕テールぶっかまされたら痛いではすまんがな。まあそうそうないやろという、うん。どうした、不安でいっぱいか。おお、まあ大丈夫やろ、よろしくお願いします。ただガブちゃんが、最近のガブちゃんどうだろうね、ゴツめだと思ってるけどごく稀に助けるんだよな。トキサペックス、こいつはもうあからさまに毒々してくるぜ。さあお前を徹底的にいたぶってやろう、刻むぜ。おばちゃんよく見ておけ、あんたの目の前にいるこのポケモンがこのゲームの歴史を塗り替える。いざ。まあ助けに弱いのはご愛嬌ってね。これで毒を弾きつつソウルビートが打てる、いくぜ。さあ攻撃防御特攻特防、テンポ悪い。さあ毒毒を弾く、それでいてさらなるビート、もう止められないぞ。2段階のビートを刻んだ、そう今のジャラランガならこれも不可能ではない。なおのことドレパンが欲しくなる場面ですな。ガチャンプ、こいつマジでタスキなんじゃねえか。さあビート刻んだぜ。自信が抜群で入っちまうのがちょっとあれですがね。さあここでどうしよう、自信耐えるんじゃないかな。俺スケールノイズで気持ちよく、いや打たなきゃ男じゃねえ、行くぜ。オッケー、よかった、ビビりすぎだった。
いや、初手に来ないガブとかマジでうさんくささの極みだからよ。そう、テラスタイプで1ターン作って2回のビートを刻めばもう天下無双。ほう、バルパンマンか。だがしかし、あら、ただね、あれなんだよな、気持ちよくなった瞬間に相手が降参ボタンを押してしまうのが取れ高的にはいまいちだな、これ。結局ランドロスの方が試合時間長くねえかな。まあ、ええわ。